世界選挙の月5、2017年10月29日。聖霊の賜物を祈る信仰救助隊よ。聖霊来たりたまえ天よりお光の輝きを放ちたまえ、地上のすべてが新たになるように。その時イエスは仰せられた。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。ヨハネ16章11節から13節まで。皆が担う福音宣教。福音宣教は個人的また私的な行いではありません。それは常に教会的なものなのです。パウロ6世は以下のように書き記しています。遠く離れた偏僻なところに一人福音を説き、小さな救助隊を集め、遺跡を授けている無名の説教者、カタギスタ、牧師やもまさに教会の活動をしているのです。彼らは自分勝手に仕事をしているわけではなく、また個人的な思いつきで行っているわけでもなく、教会との交わりの中に、教会の名によって教会の使命を果たしているのです。そしてこのことが宣教に強さを与え、すべての福音宣教者は孤独ではなく、聖霊によって息吹を吹き込まれた一つの体の一部であると感じるのです。信者の家庭は福音から湧き出る命の輝きと喜びを明かしする。新婚夫婦は愛する人との生活に多くの夢を書くことでしょう。しかし夫婦となった二人を待ち受けているのは喜びと感動ばかりではありません。苦悩や失望や幻滅が荒波のように寄せてくる時もあるでしょう。そんな時にはぜひ一度踏みとどまって考えてほしいと願います。なぜなら人間の真の成長は愛による献身にあるからです。ここで言う愛とは、好き嫌いという思いのレベルにとどまる愛ではなく、相手の幸せのために働く愛です。命への眼差し、33より日本カトリック司教団。愛は忍耐強い、愛は情け深い、愛は自慢せず高ぶらない。礼を視せず、自分の利益を求めず、苛立たず、妬みを抱かない。1コリント13章4と5節。イエスの愛、福音の心を称した聖人、シャルル・ド・フーコー、1858年から1916年。1858年、フランスのストラスブルグで生まれました。多感な思春期に信仰を失い、無規律な生活を過ごしますが、軍人になり、モロッコ探検を気に神の幻想に心を揺り動かされ、28歳で改心します。ナザレでイエスの生きた姿を具体的に発見し、この時から全生涯を挙げて神に身を捧げ、キリストに付き従いたいと望みます。司祭になり、アルジェリアのサハラ砂漠で、遊牧民であるトワレグ族の友であろうと務め、奴隷制度と戦い、言葉と文化を学び、トワレグの十字詩を収集し、タマハク語の辞書を編纂します。こうしてキリスト教への改宗を求めるのではなく、全生涯を挙げて福音を叫びたいと切望するのでした。自分をイエスの小さい兄弟シャールと呼び、
イエスの体と血を捧げ物である聖体のうちに、神の現存と傷ついた人類を癒し救うその愛を見、私へと向かい、人々の中に共にいるという友愛と献身の美しい模範を示しました。1916年12月1日、第一次世界大戦中、共にあるトワレグ人の中に最後までとどまろうとして裏切られ暗殺されたのでした。上記はイエスの小さい修道会の出版物を引用したもの。祈りますよ。主よ、私たちと共にいてください。主イエスキリスト、あなたは父なる神の愛を明らかにされました。今も常しえに生きる方、あなたをたたえます。復活の主よ、あなたを褒めたたえます。主イエスキリスト、あなたは天に昇り、父なる神のおもとで私たちを取りなしてくださいます。復活の主よ、あなたを褒めたたえます。主イエスキリスト、あなたはこの世界の最も小さい人々の傍らにおられ、ご自分の兄弟姉妹として呼び続けておられます。復活の主よ、あなたを褒めたたえます。主イエスキリスト、あなたは弟子たちになさったように、私たち一人一人に聖霊の息吹を注いでおられます。復活の主よ、あなたを褒めたたえます。主イエスキリスト、あなたは世界中のたくさんの人々の心を促されます。難民を迎えるように、被災者を助けるように、平和と友情のために尽くすように。復活の主よ、あなたを褒めたたえます。主イエスキリスト、世が信じるようになるために、あなたは弟子たちを一つとなるように招かれました。教会の一致の道を模索するすべての人々を支えてください。復活の主よ、あなたを褒めたたえます。主イエスキリスト、正義と平和のために働くすべての人の隣にいてください。復活の主よ、あなたを褒めたたえます。アーメン。聖霊の賜物を祈る信仰共同体よ。